はい、今日は長谷川茂俊さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。来たね、オリックス。はい、いよいよ何年ぶり？いよいよ25年ぶりです。25年ぶりか。僕の最後が96年、それなんで、それがジャイアンツの、ね、ってことは、はい、あのイチローとかが、まあ、バリバリこっちでやってた頃、はい、以来、はい、こうやって優勝争いに、はい、取材もいっぱい来ます、はい、優勝したら、したらね、はい、今あのどういう仕事をやってるんですか、こっちで。ですね、一応あの、うん、一応って怒られるな、はい、オリックス の, 一応あのシニアアドバイザーということで、シニアアドバイザーね、あの社長のアドバイスしたりとか、社長の、はい、ふくら GM であったりとか、まあ、監督はね、はい、あの昔からの仲いい中島監督なんですけど、中島君ね、まあ、あんまり言うこと聞いてくれるの、あんま監督とは話しないですけどまあでも外国人のこととかよく話しますけど、ね、ああ、じゃあ今年の外国人仲も長谷川君の考えでかなり、まあ、結構頑張ったつもりなんですけど、うん、全然ダメで申し訳ございません。いやまあでもそれでもここまで来たから、はい、やっとね、はい、そうですね、うん、やっぱ今まで僕も見てて、あの選手はそれなりにいるのになかなか結果につながらないっていうね、うん、そうですね、そういうシーズンがちょっと続いたなって気がしたんですけど、うんうん、中にいてはどういうふうに見てました？いや、あのやっぱり中島監督が2軍で 2年ぐらいやったじゃないですか、うん、それをそのまま上に連れてきてくれてるんで、あ、なるほど、あの気心も知れてますし、そうか、それでうまくいってるのかな。全体が見えてるってことですね。全体が見えてるっていうことで、あ、はい、そうですか、はい、いい、なんですか、大型の内野手だとか、あの杉本くんなんか、あの一気に出てきたじゃないですか、4番、まあ、彼なんかも確実に中島監督の下で自由にやらせてもらってるからと思いますけど、あと福田宗っていうね、はい、この 1、2番、そうですね、うん、やっぱりどうしてもなんか 1,2 番が定まらないなっていうね、そこが気になってたチームだったんですよ。そうですね、僕らから見たら福田が一番っていうのはなかなか想像つくなかったんですけど、いや僕はもうずっと宗だと思ってたんです。ああ、なるほどね、宗福田ならいいなぁと思いながら、はい、いやでもほらそんなに売ってなかったじゃないですか、売ってなかったの最初はね。だから今2割8分台ぐらいね、打てるようになってきたんで、2番で固定してそうなったんで、うん、やっぱり監督の手腕なのかな。そうですね、やっぱりそういうやっぱ見る人によってチームも違ってくるんだなっていうのね。はい、でも見てて、うん、私も仕事なんですけど楽しい。楽しいよね、はい。やっぱり上位で争えるっていうのはね。そうです。最下位だったんですよ。最下位が上位なんです。そうなんだよね。すごい、もうみんな。そうやって言ったらセ・リーグもヤクルトが最下位からだからね。そうなんですよ。これ本当に両リーグともにね、はい、これ盛り上がってますよね。非常に楽しい。しかも高津監督は僕と同い年の、そう、はい、同級生ですから。吉本に所属してたんですよ。はい、ね、まあ彼は今も所属してるんでしょうけど、うん、石井和久とか、はい、ぜひ皆さん頑張ってほしいですね。すごいな、はい、今日はね、はい、まあ、一応現在のオリックスはちょっと置いといて、はいはい、長谷川君本人のね、はい、話をちょっといろいろ聞きたいんだけども、はい、そうですね、はい、オリックスに入団したのがあれ何年ですか？はい、96年に出ていたから91年のオフに入って、うん、1年で、で92年からですかね。そうか、93、94、95、96、そうですね、はい、え、5年しかしてない？5年、6年ですね。6年ですよね、はい、6年やりましたよね。91年ですね。じゃあ91年からやってるよ。あんまり過去にとらわれない。そう、とらわれない。あれドラフト4位だったかな。いや、僕はドラフト1位。あ、1位や、はい、1位やけども、はい、エース格ではなかったよね。ね、うん、あの時は小池っていうピッチャーが僕と同い年なんですけども、はいはい、もともと9球団ぐらいかかったんですかね。近鉄だよね。はい、その時は入らなかったんです。松下電器かどっかに。そうか、入らなかったんだ。ロッテかどっかに指名されて、はいはい、入らなくて、8球団ぐらい、はい、指名しました、ね、でジャイアンツが元木で、うん、で僕がオリックスの一応1位で、はい、単独で指名していただいたんで、はい、立命だから、まあ、僕らも関西六大学だったから、はい、もう六大学の後輩が入ってきたなと思ってね、はいはい、見てたんですけど、まだ現役でしたからね、まだね、はいはい、頑張ってましたね、はい、でもね、頑張ってました、よく見てました、うん、はい、それでプロに入って、はい、もう何、最初からメジャー志向だったの、それともやってるうちにだんだんメジャーに行きたいなと思い出して、いえいえ、最初からじゃなしに、まあ、うん、でも実は大学2年生の時と4年生の時に海外遠征、全日本で海外遠征、ジャパンでね、はいはい、それで連れて行ってもらったんで、うん、まあ、カナダだったんですけど、2年生の時カナダだったの、はい、バンクーバー、バンクーバーね、ソウル五輪の最終選考で僕漏れたんですよ、はい、それこそ野茂投手だとか、はい、塩崎投手とか同い年がソウル行ったんですけど、はいはいはい、その第2チームみたいな感じで、はい、ご褒美としてカナダ連れて行ってもらった。第2チームの方がいいじゃないの、バンクーバーなんか行って。実はそのソウル行くのもあれだけど、世界大会みたいなのを出してもらって、でその時にカナダ行って、うわー、こんな国あるんだと思って、まあ、カナダには住むわけじゃないんですけど、はい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 、でその後
と4年生ではシアトル行かせてもらって、うんね、でどうもこう海外志向になってしまったというか、うん、はい、はい、それでなんかもうあの日本にいる時からなんか英語の勉強かなりしてたなんていうね、まあ、そうですね、あ、そうなの、あの実は野球ではそんなにいけないだろうと思ったんですよ、僕は、僕自身は、あ、実力的な、はいはい、なんでほら野茂君も、うん、僕が近鉄オリックス時代にいろいろ話して、うん、野茂君もメジャー行きたいっていう話をその頃から聞いてたんで、うん、はい、あ、そう、あの鈴木圭さんと喧嘩したから行ったわけじゃなく、うんその裏事情は喋ってもいいんじゃないですか。いや、それは僕の考えを聞いたところに、もうめっちゃ仲良くて、近鉄とオリックスってすごい仲良くて、なんなら飲みに行ったりもしてたんですよ、違うチームの、まあ、佐野もいたりとか、赤堀とか、こっちは僕、中島とかと一緒に5人で飲みに行ったり、野茂って無口だけど、僕も何回か一緒にね、はい、飲みに出たことあるんですけど、はいはいはい、無口だけど気がついたら飲んでるよね。いや、そうなんですよ。さ、途中から飲まなくなったんですけど、その当時飲んでましたね。飲んでましたね。はいはい、野茂が、まあ、もう時間だから帰れよって言って、うん、さっき返して、うん、ボトル見たら、あれっていうぐらいな。いやいや、でも一緒に寿司食べに行ったことないんですけど、寿司はすごい食べるみたいですよ、ね、彼だからここ行こうって言ってもらって結局一緒に行くことなかったんですけど、あ、本当、だけどアメリカでもニューヨークで一緒に、うん、たまたまドジャースとエンジェルスが一緒になったりとかして、はいはい、まあ、めったにないんですけど、はい、一緒にご飯食べに行ったりとかして、うんうん、まあまあ彼がそういう話をしてたんで僕も、うん、行きたいなと思ってたんですけど、あ、そう、うん、それでオリックスなんか伊能さんって、あ、伊能さんいましたね、長くやられてましたね、代表ね、はい、結構その話分かる人で、はい、実は僕もそういう夢があるんだ、うん、そのアメリカに送り出すのがっていうので合致して、そうですか、はい、もう野茂君より先に行くような予定してたんですけども、うんうんうん、野茂君が先行って、はいはい、で僕なんかはまあ野茂君の後だったんで、まあ、そんな活躍はできないだろう、最悪向こうで商社マンでもなろうとか思って本当、はい、本当に、あ、そういうので英語の勉強もしようっていうことになったの、はい、じゃあ、そう、だ、向こうに行ってダメだったら帰ってこようと思ってなかったんで、もうダメだったら向こうで野球やめようと思って行ったんです。いや、まあ、僕なんかの長谷川君の、ね、はい、印象はね、はい、どんなとこに行っても多分やっていけるやつやな、あ、まあ、もう本当に環境がどんな環境であってもね、生き延びるやつだなっていうね、僕のよくしていただいた酒井勉さん、あ、酒井君、はい、ピッチャーねがよく言ってたのは、はい、長谷川5秒で友達できるかなとかよく言われて、いやいやいや、そんな雰囲気、それは嬉しいことなんですけど、うんうん、アメリカ行っても、うん、特にアメリカみんなフレンドリーなんで、はいはい、こっちからどんどん行くと、そうですね、みんなハイで来ますからね、そうです、どんどん行くと、まあ、最初は表向きだけなんですけど、はい、でもだんだんこう親密になる、今でもそういう感じですね。大体日本人は向こう行くとね、ちょっとこう控えめな感じが、はい、まあ、多分向こうの人たちはそういうふうに思ってるんじゃないですか。それがいいかもしれないですけど、僕はもうアメリカ人と同じ関西人なんで、関西人でね、過去側の人なので、ね、どんどんこう入り込んでいく、それがアメリカにあったのかなと。そうかと思います。じゃあ、まあ、日本で6年やってね、はい、全然成績見たら悪くないんですよ、あれ先発でね。あ、まあ、そうだ、まあ、でもね、よかったり悪かったり、まあまあそれはね、まあ、だからずっとこう本当のエースみたいに、あ、はは、ね、で僕の時には絶対的なエース、うん、星野さんがいたんで、星野信夫ね、彼いつも15勝ぐらいしてたんで安定してましたよね。なんでやっぱりエースではなかったですね。その次か2番目か3番目だったんで、はい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 、でもチーム もよく優勝したし、そうですね、2回も優勝しました ね、だからその中でオリックスからなんでメジャーに行こうかなっていうふうに思ったんですよ。だからやっぱりその行ったのが忘れられなくて、学生時代やっぱその2回、そっからで、いつかっていうか、まあ、僕自身がもともと大学の時も、うん、どっちかって言ったらなんていうんですかね、超大学級じゃなかったし、高校の時もそこそこだったんですけど、で僕は上を目指すことによってこうアジャストしていくのかなと、それで自分のレベルを上げていけた、そうなんですよ、あ、そういう感覚だったんですね。だから下のレベルでトップになるっていう感覚じゃなしに、みんなの中でちょっとだけいいみたいな感じが、じゃあその慣れた環境でやるのやっていくと、うん、ちょっと伸びないという、自分の中にそういう考えがあったわけですね。で調子乗りなんで1年いいと次の年ダメだったりするので、そうか、そこでこう上を目指すといいのかなっていうのがあって、はい、全くその通りになりましたね。そうですか、はいはい、で実際、まあ、オリックスと、はい、まあ、メジャーと、はい、両方経験、結局メジャーの方が9年、そうなんですよ、メジャーの方が長くやっちゃったんですよね、はい、どうでしたか。いや、まあ、みんなには楽しいって言ってましたけど、うん、実際の話でイチロー君ともよく話してたんですけど、はいはいはい、まあ苦しいですね結構。そう、まあ、ね、5年ぐらい過ぎるともうマイナーに落ちることはないんですけど、うん、そのもうメジャー契約しちゃう、ね、でも最初の 1,2 年っていうのはヒヨヒヨしてましたよ。やっぱり2軍に落とされると、もうそのまま上がってこれないっていうパターンが多いので、ものすごい環境が違うわけで、そうそう、下からいくらでもなんていうのかな、うん、
あの選手が上がってくるので、うん、ああその辺はちょっとビビりながら生活してましたね。あの実際やってみて、うん、あの日本人で何人目ぐらいになりますか、まあ、いろんな人が行きましたよね。僕はね、うんまあ、マックス鈴木もいたので、マックね、ノモ、マックス鈴木、まあはい、マッシー村上さんを入れれば4番目なんですよ。あでももう本当の前、はい、3番目か4番目の方です、ねはい、ぐらいだったので。あそう、まあ、村上さんって言ったらもう僕らより上だからかなり知らないですよね。あのジャイアンツですね、サンフランシスコジャイアンツの、はい、彼自身のことは知ってるんですけど、実際投げてるとこはあんまり知らない。中継ぎでね、はい、投げたピッチャーなんですけど、はいはい、あってことはもう2番目か3番目ですね。そうですねってことはもう本当パイオニアですよ、はい、もう何にもわからないまま行ったので逆に良かったのかなっていうのはあります、ね。あれ通訳ついてたのかな。いや僕はもう実は春のキャンプの時だけついてたんですけど、うん、その人が家庭の事情で辞めるって言ってで、まあ、僕のことが嫌いだったわけじゃないと思うんですけど、辞めるって言って、うんどうする長谷川って言われたんで、うん、もういらないって言って、うん、全然必要だったんですけど、もういいかなとか思って。いやアメリカの人にインタビューされてる、はいはい、あれを僕は見たんだけど、はいはい、全くアメリカ人みたいな喋りしてたね。それでもマリナーズ時代でしょ多分。そうなんかな、はい、あのエンゼルス時代は、ね、そこまでできなかった。そうか、もう何年も経ってからか、はい、だから何人しょっちゅう選手にお前イエスイエスとかふんふん言ってるけど全然分かってないよその通りとか。なるほど、ああそう、分かってなかったです。そうですか。じゃ あのオリックスを、まあ、辞めるときには、はい、辞めるときというか、まあはい、メジャーを目指すときには、はい、球団としてはもうあのウェルカムじゃなくてもう OK っていう感じで言ってくれたんですね。一応円満にというか、うんまあ、もちろん円満大社って言うとあれですけども、はい、円満大社ですね本当に、はい、そうですか、うん、なんで初めて行った、うんうんうん、あの円満に出て行った選手っていう。そうか、日本の中でね、はい、やっぱ球団とちょっとごたごたして行く人はまあまあいたけども、はい、そうですね、うん、ということなんですね、はい、それは本当に宮内オーナーにも井上さんにも感謝してますね、うん、そうですか、はいまあ、それからメジャーで9年間、やるんですけれども、はいはい、そのあたりはですね、はいもう次のコーナーでちょっと、はい、お聞きしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。